坂本教一は日本の政治家、弁護士、熊本県出身、中央大学法学部卒業、元衆議院議員、現在は坂本教一法律事務所長。熊本県に生まれる、1960年中央大学法学部を卒業する、在学中は魔法絵に所属していた、1961年司法試験合格、 司法修習生を経て、1964年弁護士、登録。主に人権派弁護士として活動する。1972年12月10日、第33回衆議院議員総選挙に、熊本県第1区より日本社会党、公認候補として、立候補し、初当選する。1973年には、日ソ親善協会青年代表団団長として、 ソビエト連邦を訪問した。また、衆議院運輸委員会委員や法務委員会委員、ロッキード事件調査特別委員会特別委員なども務めた。日本社会党内では、地方公益企業対策委員会副委員長や、成田空港問題特別委員会副委員長を歴任した。1979年10月7日、 第35回衆議院議員総選挙に立候補したものの落選し、そのまま政界を引退した。その後は、熊本市内で開業し、再び弁護士活動を続けており、熊本県弁護士会副会長などのほか、1980年から2年間、熊本大学法学部非常勤講師や2004年より2年間、熊本大学大学院放送。 陽性研究科放送陽性専攻非常勤講師も務めた。ありがとうございます。